最初ね始まる位置こんなとこで始まるのに普通に戻るのかよと思われた方たくさんいると思うんですけれども、本日も MC は大塚琴子が務めさせていただきます。この番組はシンガーや役者声優さんなどを毎回ゲストにお招きし、様々なライブ企画を行っていく才能発掘型番組、やっとジャックポットです。はい、今回はね16回目の放送でして、番組は今ちょっとね緊急事態宣言で観覧ができなくなってるんですけれども、ネット視聴今ね皆さん見えてますか？イエーイYouTube ライブでね今配信中ですので、ぜひアカウント持ってらっしゃる方はログインしていただければ、コメントとかスーパーチャットとかいろいろ機能使えますので、ぜひよろしければどしどしコメントなど送っていただけますと嬉しいでございます。でまたアーカイブで動画残りますので、ぜひ今日リアル配信で見れなかった方はぜひアーカイブ、これ見てる人アーカイブしかいないかちょっと滑ったみたいになったからちょっとやめてくださいよすいません、ちょっとふざけましたはい、ということで本日のゲストを早速お呼びしたいと思います。ご本人からのですねお申し出により次々に才能を発掘してほしいとのことですので、今日たくさんねこの方のゲストの方の才能をどん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 発掘していきたいと思います。舞台俳優で劇団月光クラフト主催の沖田光雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。これね台本にねいつも才能発掘型番組あとジャポあとジャックポットっていう工場が書いてあって、はい、これをね放送始まる前に沖田さん才能発掘するって言っちゃって大丈夫なんですかね。いやいやって言ったら、はい、もうどんどんね、はい、していただきたいとのことで、はい、はい、なんで勉強ですのでこういうのはね、いやもうその姿勢見習いたいと思いますなので今日はですねよくねYouTube とかもやってらっしゃると思うんですけども、はい、そこでは見れない沖田さんの魅力というか、それを深掘りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。まず早速プロフィールから、三つ王の王はカタカナの、はい、あれです ね、 ですね、最後の和音の王ですね、王ですね、ですね、はい、これねちょっとね私王が苦手でして、見るのが苦手で、見るのが苦手でたまにこれなんだっけってなるんですよ、カタカナの王で三つ、うん、さんみたいな、ね、なんで具合が悪くなったらすぐ言ってください。はい、すいませんでした。はい、はい、出身は岡山なんですね。はい、岡山県です。もう私大阪なんで、はい、関西仲間ですね。近いですね。近いですね。もうね、ほんまにちょっと方言で喋ってみますか。あ、いいですか。はい、どうぞ。いや、私汚いんで岡山の方言なんで結構荒い感じなんで。大阪の南の方なんで荒い感じ。南の帝王みたいなのやめときましょう。そうですね。お互い汚かったって。はい。ということで沖田光雄さん。2015年に演劇ユニットチームザイロコーパを立ち上げて、同劇団の全脚本演出担当って、そうです、ね、はい、まあでもそっか、立ち上げたってことはまあそういうことになってしまう。そうですね、脚本演出が好きでまあさせてもらってたって感じです。そうなんですか、はい、でも2018年に一度活動休止されて、そうですね、じゃあもう一旦1年ぐらいお休みをして、まあ、休息を取って2019年というか、まあそうですね、18で年末でも休止して19年から月光クラフトっていう形で、はい、なるほど、まあ、そういう感じです、ね、そんなに休憩期間があったというわけではなくて、はい、もう年度変わるから、年度変わるからっていうなるほど、はい、なるほど、感じです。なるほどでございます、はい、でこちらでも脚本演出を担当なさっていて、はい、でさらにはフライヤー、名刺デザイン、解説 YouTube、MC などの、はい、もう本当に幅広く活動されてるんですね。まあ、そうです。なんかするのが非常に好きで、いろいろやってたらこうなりましたね。こうなっちゃいました。自分が何者かわからないぐらいいろんなことやってます。はい、なんで改めて才能発掘ということで。そうですね。一回整理したいです。一回整理したいです。はい、番組上、あれですよ、視聴者の方も、沖田さん、パチパチって。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやいやいや、ちょっと待っててやっていきたいと思います。お茶目な絵がすごい出てる、今。これお茶目な。これ皆さん覚えててください、はい、これね後ほどの伏線にも、はい、多分なってくると思う、これぜひこのね、はい、構造覚えててください。愉快な男でございます。愉快な男でございます、はい、ということで趣味が、はい、これちょっと一瞬などういう本を見てるのかなって気になったんですけど、読書で、はい、かっこ、はい、ハウツーデザインって書かれてるんですけど、あ、でもまあいわゆるビジネス本とか、なんかデザインはあれですよね、はい、いわゆるそういうデザインとかに関しての本だけど、ハウツーっていうのはそういう、まあ、いわゆるビジネス書だったりとか、そうですね、何々のハウツー、ハウツーっていう感じですね。なるほど、そういうものも読まれるんですね。あ、まあ普通に読みますね、面白くて、
気になったらすぐ買ってっていう。で、はい、デザイン探しっていうのもまたちょっと素敵な趣味ですよね、はい、これもすごい。かっこつけてるだけなんですけどクリエイターっぽい、クリエイターっぽい感じで、まああらゆるものってね、やっぱいろんなデザインの手とか意味が入ってると思うんで、うん、まあそういうのを探したりとかヒントにしたりとかっていうのが趣味ではあるっていう感じですね。特に脚本演出のなさってるとやっぱそういうところからいろいろ情報を取り込むってこともありますよね、はい、あ、そうですね、うん、どうしてもその作られたものってなんか人の歴史だったり文化的な背景だったりっていうのがいろいろあるんで、うん、そういうのを考えていくと、あ、これお話になりそうだなとか、うん、そういうのを考えたりすることが非常に多いかなというところですね、はい、テレビゲームも趣味としていて、はい、まあ、これも気になるんですけど、個人的にもっと気になったのが認知に関する研究っていうのがあって、はい、これあれですか、いわゆる認知の歪みとかって言われてる、そうですね、まあ、いろんな部分を包摂してるとは思うんですが、まあ、その心理学的な側面もあったりまあそれがちょっとそういうのを、ね、知り合いの臨床心理士の方と相談するんですね、よくね、はいはいはい、なんだろう、その例えばバイアスみたいなものであったりとか、まあ、直近の話で言うと、例えばなんだろう、なんだちょっとまあ話していいか分かんないけど、まあ、あるウイルスがあると、はいはい、で最初は、ね、流行るかどうか分かんないからみんな大丈夫だろうと思ってて、実際流行ったら急に意識コロッと変わって危ない危ないってなりだすみたいな、その集団心理のバイアスみたいなものだったりっていうのがやっぱ世の中にはあるよねっていうのが、いろいろそういうなんだろう、その人とのトラブルとか、まあ、喧嘩とかもいろいろあると思うんですけど、意見の食い違いとかって、そういうので全部ね、その認知の違いとか歪みってものが結構、関わってきてるんじゃないかと。でそういうのってやっぱりその物語を作る上で、物語っていろんなトラブルとか、問題提起だって問題が起きたりするんで、そういうのを研究するってことがゆくゆくやっぱり、本を書いていく上で、大事になっていくんじゃないのかなっていうので、やっぱ調べたり考えたりっていうのはよくするのかなって。結構深いですよね。なんか、はい、なんだろうな、めちゃくちゃ簡単に言うと、はい、なんだろうな、私は日本人だけどパン派、いやいや日本人って言ったら米だろうみたいな、それのなんかこうぶつかり合いみたいなことです、感じですよね、はい、そういう優しいのありがたいですね、はい、非常にわかりやすい、食いしん坊、はい、なるほどですね、はい、ぜひちなみにバイアスっていうのを多分ね、はい、あんまりわからない方もいると思うんですけど、そうですね、ちょっと簡単に説明するとどういうことになってますか、はい、どうしたらいいですかね、それがなんだろう、認知それが認知だからな、まあ、ですね、まあ、まとめてバイアスがそういう認知か、はい、みたいな感じなんで、まあですね、ぜひ詳しく知りたい方はですねバイアス意味と検索していただいて、ちょっとここで説明するには多分結構ね、朝まで討論てー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 ってなっちゃうかもしれないんで、ちょっと、はい、ちょっと一旦置かせていただきまして、で趣味の下にですね、特技の欄がありまして、はい、スペシウム光線講座ってあるんですよ、はい、でこれスペシウム光線って多分皆さん、はい、頭に思い浮かんでると思うんですけど、あれです、はい、ジュワッジュワッっていうあれですね、はい、なる、光線講座できるほど そんなに、まあ、ウルトラマン大好き、そうですね、かなり打ってる方ではあるんですけど、打ってる、はい、まあ、皆さんも日常の中で結構スペシウム光線しなくちゃいけない場面ってあると思うんですけど、あ、まあありますね、そういう時に、はい、朝起きる時にジュワッとか起きる系とか、うん、そう、まあ、お風呂上がった後とか、客前に出る時に一回ちょっとやっとこうみたいな、やっとこうみたいなね、とかあると思うんですけどまあそれがちゃんと正しい姿勢で打ててるかどうかっていうのをちゃんとこう講座で教えられるっていう、なるほどね、検定があればいいんですけどね、そういうの、ね、多分1級ぐらいはありますよ、はい、ありますね、今の話聞いてるだけで、はい、日常にスペシウム光線を取り入れてる時点でもう1級ですね、はい、ちなみになんですけど、なんか、はい、私あれなんですよ、スペシウム光線知ってるんですけど、はい、そのなんだろうな、どっちかというと仮面ライダーとか戦隊ものとかを、はい、まあ、女の子だったっていうのもあるんですけど、はい、いとこはめちゃくちゃウルトラマンの人形とか持って遊んでたんですけど、あんまり分かんなくて、でも昔の写真見たらね、はい、やってるんですよ、あ、いとこの影響で、やっぱりやるんですね、やってるみたいで、そういうことだと思います、はい、そのポーズが合ってるのか、はい、ちょっと今見ていただいてもいいですか、もうぜひぜひお願いします、ちょっといきます、お願いします、はい、じわ、あー、それだとね、そうなんですよ、これだと、まあ、これ工藤静香さんだったりとか、はい、まあ、どちらかというとね、皆さん見てもらって分かる通り、ウルトラセブンのワイドショットとかウルトラマンメビウスのメビウスショットに近い形になってるんですね、これはね、はい、メビウスはなんとなく分かります、たまに夕方テレビつければやってるんです、そうですね、これをどう直せば、はい、もうちょっとなりますかね、先生、あ、そうですね、まあ、2点ありますね、はい、2点意識していただければ多分これは完璧なスペシウム光線になると思うんで、まずやってみましょう、うん、スペシウム光線とはまず、イメージとしてはここから出るんですね、ここですね、右手のこの側面から出ると、はいはい、
この状態で打てばいいんですけど、これだと手がぶれるから手首のところを左手で支えるというイメージです。ここを固定するというイメージ。そうするとここがぶれなくなるんで、これでしっかりとポーズが取れるようになると。で、必然的に肘も上がっていくんで、こうなると何がいいって、あの胸が見えるようになるんですね。で、胸っていうのはウルトラマンカラータイマーがあるんで、ピコンピコンですね、はい、それがあの画角的に綺麗に見えるようになるっていうことを意識していただければ、かなり、綺麗なスペシウム光線が打てるんじゃないかと、思います。なるほど、はい、あ、だいぶ綺麗になりましたね。だいぶ綺麗、はい、だいぶ綺麗、あ、いいです、いいです。なるほどね、はい、こんな皆さん知ってました、はい、そんな細かいところ見てました。皆さんこっちから見てました。いやすごいな、なんかぜひあのこれ私こっちの方がイメージ強かったんですけど、アイスラッガーですね、ぜひなんか はい、こっちの方の講座もぜひ今度あの時間がある時に、ね、時間があればもうそれだけで50分やりたいんですけど、はい、すいません。じゃあもうちょっとね、あの沖さんについて、はい、あのもっと深く掘っていきたいと思います、はい、ね、受賞歴があるとのことで、2020年、はい、ストップ若者の消費者トラブル、はい、ラジオ CM コピーアワード入賞、こちら東京都さんと、はい、文化放送さん の、はい、あのコラボといいますか、コラボ企画という形で入賞なさったということで、あ、そうですね、ありがとうございます、本当に今ね、これあのホームページがあの、はい、ブラウザで出てるんですけど、はい、上じゃなくて下 の、ね、下の方ですね、その夢食べられてしまう前にっていう書いてるやつですね、というやつですね、はい、ちょっとね動画はちょっと今日権利的にちょっと、ね、流すことができないので、まあ、ぜひ皆さん調べていただければ YouTube に上がってるんですよね。あ、そうですね、東京都の YouTube に上がってると思うんで、うんうんうん、はい、でなんかちょっと小耳に挟んだこまめ話なんですけど、はい、どうやらプロデューサーの知っている、はい、知っているというか舞台を見に行った役者さんがここに出てるっていう。あ、そうですね、この小耳に、あ、らしいです。これあの動画バージョンの CM と、ラジオ CM バージョンが2つあって、その動画バージョンの方に、このアトジャックポットのプロデューサーさんのお知り合いの、俳優さんが出られてるということで、っていうのを小耳に挟んで、はい、ちょっと挟んでみましたけど、挟んでみました、打ち合わせでねそういう話がありましたねしてらっしゃいましたからね、はい、なんとこちら審査員さんに、はい、あの声優の赤羽さんだったり、そうですね、あの河野まりかさんとか、はい、あとあの有名ですね、ヒャダインさんが、そうですね、音楽プロデューサーのヒャダインさんであったり、まあ、いろんな方がね審査でしていただいてで、まあ、あの結果最終選考に残ってもう作らせていただいたっていう、実際にヒャダインさんがね曲作ったりしてくれてて、すごい、はい、CM の豪華な CM、 超豪華でありがたいものをね、ありがたい経験させていただきました。はい、すごいですね、これはあれですか、はい、そのまあこういうキャンペーンというか企画をやってるっていうのを知って、はい、作って、はい、応募して、はい、まあ、私たちの見えない向こう側で審査してって感じなんですか。そうですね、で、まあ、最終選考会上位10作品で呼ばれて、もうスーツめかし込んで緊張していって最後上位3名はこの方ですってなって、その中に自分がいたっていう、はい、もうなんかさっきの一番最初に出てきた写真のあのラブな感じから、はい、かけ離れて、はい、あのその時ばかりはスーツ着ましたね、やっぱり。でもやっぱ文化放送さんと東京都ですからね。そうですね、もうそうなってきますよね、うん、でもそれぜひね、あのこれあの YouTube とか、まあ、普通に東京都とかで調べれば、はい、てかまあこのストップ若者の消費者トラブルみたいなので調べれば多分出てくると思うので、そうですね、ぜひあの皆さん気になった方いらっしゃいましたら、今ちょっと動画は紹介できないんですけれども、はい、皆さんぜひよろしければ見てください、はい、ということで、あの受賞歴をお話しさせていただいて、なんかね、まだまだあるんですよ、まだまだ皆さん飽きちゃダメですよ。あ、入賞おめでとうございます。ありがとうございます。スペシウム光線結構打ってらっしゃる、さすが沖田さん、ありがとうございます。伏線回収楽しみですけど、こともあるのでまだまだお楽しみにしててくださいということで、次は舞台に関してですね、はい、2015年から2018年の間に行った自身の運営した劇団、あ、先ほどあの、はい、紹介させていただいたチームザイコローパさんの作品、はい、ということで、今ねこれ出てるのが、はい、これが、まあ、4作目の、長編作品モノムーンっていう、まあ、なんだ、宇宙飛行士を舞台にした話で、まあ、なんか恋愛ドラマというか、もうちょっと人間の愛みたいなところで自分は宇宙飛行士だと嘘をつき続ける男の話っていう、嘘つくんだ、嘘つくんですよ、かっこいいものに憧れててっていうので、まあ、メインでというか、まあ、今回紹介させていただいたのはこの作品なんですけれども、はい、他に長編がこちらの、モノムーン合わせて4本、短編2本、はい、コント公演が1本、コント公演、コント公演、まあ、他の劇団さんとちょっとコラボでコント公演という形でリレーでコント書いたりとかしたりっていうのも、まあ、経験させてもらってます。なるほどございます、はい、まあ、これを皮切りに、はい、続いて2018年、はい、ロボット文化祭実行委員会さんの、はい、伝言戦隊バイバイレンジャー、これね、電信戦隊っていう、電信戦隊なんだ、はい、電信戦隊バイバイレンジャー、皆さん一つ、はい、
知識が電信戦隊バイバイレンジャー、はい、こちらは脚本、出演演出も全て、まあ、そうですね、一応こちらも脚本書かせていただいて、はい、で出演もしたと、まあ、ヒーロー好きなんで、そのヒーロー的な要素を入れつつで、この話、この企画がすごくてあのソフトバンクのロボットのペッパーくんっていう、はい、あのよく店頭にいるあいつなんですけど、あれを実際にキャストとしてキャストなのか舞台装置なのか分かんないんですけど、実際に舞台に立たせて一緒に芝居するっていう企画だったんです。これはあれじゃないですか、フライヤーとか、はい、あのパンフレットとかあればよくキャスト一覧とかにあるじゃないですか、はい、絶対その下にかっこ舞台装置って書かれてるパターンですよね。そうなんです、扱いがすごい困るんですよ、これなんて形容したらいいのかみたいな。いやでも確かにこんにちはペッパーですみたいな感じです。本当それそれですなんならそういうセリフ書きました、こんにちはペッパーですっていう。あのペッパーくんを実際に動いてるとこ、はい、私見たことがないんですけど、 あれって、はい、やっぱプログラミングされてるんですか、行動が。 そうですね、いろんな方法があるらしくて、その時はラジコン操作でしたね、うん、ラジコン操作ですね、はい、遠隔で操作して、で音言えばこう 音を押せばなんかセリフが口から出るみたいな、口から、まあ、スピーカーから出るみたいな耳というか口というかスピーカーから出るはい、っていう感じでしたね。でも2体、はい、あの出演してたそうなんですけど、街ね沿われで2体ずつ1体ずつこう入れ替わりで出てて、あ、充電ですか。そうなんです、充電で連続で稼働できない、オーバーヒートするんですよ。あ、まあ、そっか、1公演2時間、はい、1時間半から2時間かかりますもんね。そうなんです、連続で動けないんだ。そんなに動けないですね、やっぱ照明とかも暑いんで、オーバーヒートの方が、はい、クールタイムが必要なんですね。なるほど、はい、めちゃくちゃ気になるこれちなみにあの DVD とかにはわあ、映像は残ってるはずなんですが販売はしてなくて。あ、なるほど、はい、YouTube とかでワンチャン検索すれば出てくるかもしれない。いどうなんですかね、ちょっと映像が見れる形になってるかどうかわかんないですけど、ちょっと見たかったですけど、はい、残念でございますが皆さんあのちょっと想像だけしてください、はい、で続きましてこちら、ちょっと変わった趣向 あの舞台になるんですけど、はい、謎解き演技、真実は嘘つきにしか見えない、はい、ということで、あの謎解き演劇というあるようにですね、はい、参加型 あのそうですね、お客様も謎解きができるっていう、はい、あのなんだ、あのいわゆる街中でよくやってるスクラップさん主催の、はい、なんかこうね参加型のやつをこう、劇場に落とし込んだ形にしてるよっていう、うん、もう本当にそういう感じですね、謎解きができるお芝居シアター形式のものであると。こちらは、はい、主演ということは、はい、演出とかではなく、本当に客演で主演という形 で、はい、役者として、はい、やらせていただいてめちゃくちゃいいですね、この写真。いや、これもなんか実際にその、うん、なんか貸しエリアじゃないかなっけ、キッチンスタジオみたいなところを借りて、はい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 、そこでもう丸々お客さんを実際にその場所に来てる、バーに来てるお客さんという設定でこうお客さんにいてもらって謎も解いてもらうと。なんかこう紙とか配られて書き込んだりとかするっていう感じではなくて、はい、本当に頭の中で推理していくみたいな感じで、ね、でも紙も渡します。あ、そうですね、はい、本当にもう街中の本当に参加型の謎解きゲームとに近いですね。ちょっとこういうのいいですね、はい、なんかちょっと今のご時世できるかちょっと分かんないけど、でも、ね、もっともっとそういうのを広がっていけば、そういう形の演劇も全然ありだよねっていうのはすごいこの時感じましたね、うん、はい、いや見てみたかったです、はい、で続きましてがこちらはディアベンチ企画さんのいつものこと、はい、こちら客へあのゲストということで出演した、はい、あのあれだという情報が入ってるんですけども、はい、これね、はい、私の知り合いも出てたみたいなんですよ。あ、それでございますか、はい、はい、ちょっとあの言っていいか分かんないんでちょっと名前を伏せときますけども、はい、あ、伏せちゃいましたからしいです、はい、あの連絡取ってないんでちょっと言っていいのか何があったんですかあの共演者さんなんですけど、はい、あのね、あの連絡が取れてないってみんな言うからいいのかなと思って分かんなかったんで、あのちょっとこれ見てる、ね、あのここのあたりある方はぜひ連絡ください待ってます、はい、これはどういったお話だったんですか。すごいなんかフライヤーが可愛らしい、ね、可愛らしいんですけど、ものすごくなんか、なんだろう、殺人とか絡んだものすごい話だったんですよねあ、多分こんなフライヤー可愛いのに、可愛いのに切り絵も素晴らしいのに、はい、ね、ですごい僕が多分普段描かないような出ないような作品だったんで、うん、ものすごいなんか新鮮な経験だったんですよね。いや多分そうですよね、普段と違ったものを自分で演じるっていうのは楽しそうですね。そう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 、本当に僕悪いやつでしたよ、本当に悪いやつだった、悪いことをしてましたこの今見てる沖田さんから想像できないぐらい悪いやつ、本当になんか自分がのし上がるために芸能界で人をなんか売るみたいなこう悪いことをしましたよ、はい、いやーこう怖いなー、はい、そんな沖田さんも見れちゃった舞台だったので、ね、うん、そういうこと出しちゃった舞台です、はい、でそして次はとうとうここで、はい、
やっとこど、やっとこどっこさというか、やっとこどこさ最初に言ってた月光クラフトがここで出てくるわけですね、はい、キリンジ、キリン VS パンダ、はいですね、こちら、脚本演出出演もなかったんですね、も出ました、頑張りました、はい、しかもなぜか主演やりましたなぜか大変そう、本当大変、めちゃめちゃ痩せましたもん、やっぱり、いやですよね、だってあの私も主演経験は何回かあるんですけども、はい、あの主演の重圧、座長なわけじゃないですか、そうですね、その重圧があるのに、はい、脚本もやってるし演出も考えなきゃいけないってなると大変ですよ ね、はい、ねで、あと役の都合上筋肉もつけなくちゃいけなかったんで、もうトレーニングもして、もうじゃ筋肉もつけて、筋肉もつけて、もうすごいことになってました、その時は。もうサラダチキン生活、ね、サラダチキン生活これあ、そうなんですよ、これまたまあおかしな話 でなんか SF をベースにしたちょっとコメディも入ったドラマみたいな感じで、これはね頭にスーパーファミコンを乗せて、ファミコンなんだこれ、はい、でしかも右の方はあの瀬形三四郎っていうセガサターンの CM 反則キャラクターのポーズをしてるっていうはい、頭に乗ってるのはファミコンなのに、はい、セガサターン、そうなんですよ、あ、これセガサターンのこと、セガサターン知らない人いる、もしかして、あ、世代としてもいるんじゃないですか、セガサターン、 あのセガサタンシロー、そうセガタン三四郎の、はい、いや違う、そこじゃないあの頭にファミコンつけてんのになんで競合する絶対お見てるお客さんもえ、なんでってなりましたよね、はい、なったと思います、あ、悪ふざけだなっていうことをやってます私は、いやでもそんな悪ふざけができるのも、はい、まあ、舞台のね一つの面白みですよね、なんとこれあのお話もそうなんですけど、はい、フライヤーにも注目してほしいとのことで、はい、あの情報が入ってるんですけども、はい、キリンだ、まあ、キリン VS、ね、パンダって書いてあるんだよね、はい、でこれね、あの切り絵で作ったんですよ、私が、うわー、はい、自身作フライヤーを、これ B3 サイズでちょっとデカめのサイズで切り絵して作って、うんうん、これフライヤーの裏面なんですけど、裏面のこの黒い部分とかも全部切り絵ってことですか、あ、これは逆に紙破って貼ったりとか、いろんなそういうあれをして結果生まれたものみたいな、で、まあ、デザインは大体フライヤーは私がやってますね、はい、あとこれもう一つなんか裏テーマがあるって聞いたんですけど、はいはい、あ、まあまあそうですね、ちょっとフライヤーの画像にも一番最初の画像かな、キリンジキリン VS パンダっていう、フライヤーにもちょっと隠し要素として入れてるんですけどあの今映せそうですかね、ちょっと一個も、あ、そう、もうこのぐらい大丈夫です。これ、ね、よく見たらね、端っことかね、真ん中の上の方とかが白くこう欠けてるというか、なってると思うんですね。これ僕がイメージしたのはあの愛は大きすぎて見えないというテーマで、もともとでかいハートなんですよ。めっちゃ深い。でかいハートをギューって寄せてあの画角で切り取ってフライヤーにするっていう。感じですか、亡くなってから初めて気づくみたいな感じですよね、そういうのがあの舞台のテーマとして、まあ、ドタバタ SF コメディなんですけど、うん、そこがベースだよっていうのをちょっとフライヤーにメッセージとして入れてるっていう、皆さんこうやって自分の手でこうやってハートとかなんか作りますかね、こう はみ出すハートの部分がね、想像していただければと、はい、すごいな、そういう遊びを入れるのも結構好きですね、はい、いや素敵なフライヤーだ、はい、でまあ、こういった、ね、舞台 の、はい、あの活動もされてる中、はい、あの朗読、はい、朗読劇に、なんだろう、短編の作品と言ったらいいですかね、短編の作品も提供されたりとかしつつ、はい、なんとこの切り絵がちょっとあの、はい、キーワードになってるみたいなんですけども、切り絵が、はい、月光クラフトの誰かのためのチャンネルとか、はい、あ、そうですね、 YouTube の方ですね、ものづくりとか、はい、ものづくりとかここにちょっとつながっていくと、そうですね、聞いたんですけれども、はい、あの多分今、ね、出てるんですけど、これね4つフライヤーがあるじゃないですか、あ、これこれあれなんですよ、はい、実はね、はい、実際上演された作品じゃなくって、はい、小劇場の、はい、チラシあるあるのを作ってツイッターに貼るっていう、ツイッターに載せて、うん、あのっていう悪ふざけをするのがすごい好きで、僕のものづくり結構悪ふざけ的な、うんうんうん、ジョーク的な逆的なことが多いんですけど、まあ、これがねちょっとプチバズっちゃったんで、ちょっとあのこの後ね T シャツにしちゃったりしたんですよ、こうやってでもすごいあるあるっていうのも分かりますし、はい、普通に T シャツにデザインされてもなんかすごい下北沢系の気がするそうですよねぽい感じになったんで、今これすずり1000円引きセールやってるんで、ぜひ皆さんどうぞこれ大入りじゃなくて犬入り、そう犬入り、まあこういうね悪ふざけ T シャツとか結構作ったりするのが好きですね、なるほど、こういったデザインがちょっと気になって T シャツ欲しいなって方はぜひすずりさん、はい、あのすずりあるんですよね、そういうね、そうですね、あのデザインだけ乗っければあのあとはこっちで全部やってくれるよっていう、はい、T シャツグッズ作ってくれるよっていうサイトが、ね、サイトがあるので、あ、かわいい牛さんこういうのもあるので、でね、ぜひねあの欲しいなと思った方はすずりで月光クラフトって検索していただければ、はい、ね、あと僕のツイッターとかだったりね、うん、あの見ていただければ多分わかるかと思いますので、よろしくお願いします。これすごい、
はい、いいですね。これもこれもなんかキットとして売ってるんですか。これはあの今年の2021年の年賀状として作成したもので、あ、まあ、もう希望者の方にはガンガン送りつけてやったんですけど、これ送りつけて年賀状ってね、今ね、はい、LINE で済ませる時代だからこそ、私手紙とか年賀状好きなんですよ、はい、手書きで書くのが。やっぱ文字でしか伝わらないことってぬくもりがね、そうあるんで、特に2020年やっぱぬくもりを感じづらい年だったじゃないですか。そうですね、コロナで結構なんだろう、オンラインとかで顔は見れたとしてもちょっとね、そうそうそう、離れて離れてあれだったんで、じゃあ年賀状とかも出してもいいんじゃないかなっていう、ね、ぜひなんかね、皆さんぬくもり感じたないと思った方、一番近いぬくもり感じれるのはあの残暑見舞いだったり、あ、そうですね、暑中見舞いとか、ぜひね、はい、あの離れた親御さんだったりとかお友達に、はい、手紙付きで送ってみてください、はい、ちょっと温かみが感じれるかなと思います、はい、あのこれ皆さん伏線回収の時が今来ましたよ、はい、あの写真の構図がこのまま沖田さん塗り絵になったっていう、はい、月光クラフト公式塗り絵、公式塗り絵、塗り絵、はい、これもマジで悪ふざけなんですけど、まあ、本来は去年の7月にちょっと1個公演打つ予定 でそれに向けてのなんか劇場にこういうのをさ募集して貼ったら面白いねと思ってなんとなく作ってみたんですよ、はいはいはい、塗り絵コンテスト、はい、スーパーとか行ったらあるじゃないですか、ありますね、いろんなキャラクターの塗り絵っていう、ね、はい、それが母の日のお母さんの絵みたいな感じで、ひょっと僕のことを好いてくれる人がいたら塗ってくんないかなと思って、はい、ツイッターにあげたっていう、ね、これ絶対意外とこうめちゃめちゃガチな人は本当にそれ印刷して絶対やってるやってくれてるっていう、セブンネットとかの印刷サービスとか、はい、ありますね、やれば多分、ね、めちゃくちゃぜひぜひあのいやまたこういう悪ふざけもやってみたいと思います。印刷して、はい、あのいろんなカラフルな本屋さんに仕上げてみてください、はいはい、そしてですね、はい、次の画像がじゃんこちらなんですけど、はい、皆さんこれ視聴者の皆さん何だと思いますか。これ実はですね、はい、あのフライヤーではなく、そうですね、これはあの朗読のツイキャスをするよってなった時に、はいはいはい、あの広告告知用として作った画像なんですけれども、まあ、あのそれもちょっといろいろ僕がデザインでこだわりを持ってこういう風に作ってみましたよっていう資料をちょっと今掲載しております。いやでも意外と朗読劇とか その、はい、まあ、いわゆる、まあ、例えば YouTube で例えるとサムネイルとかって意外と力をあんまり入れてない方って多いんですけど、はい、ここまで、うん、なんだろう、これでフライヤー成り立っちゃうだ、印刷してかっこいいフライヤーだなって思えるものを作るって本当にものづくりお好きなんですね。あ、そうですね、好きですね、好きでやっちゃってるからもうどうしてもこうなっちゃ う、 もう苦痛じゃないんだ、もうそうですね、ワクワクすっぞっていう、もうほらワクワクすっぞみたいな感じですね、はい、次の画像もね、私すごいなと思ったんですけど、はい、これね、こういった感じで、あ、ちなみに先ほどのものが、はい、朗読キャス、はい、ゆいここへ、ゆいの声、みつおの言葉、みつおの言葉ですね、はい、だったんですけど、こちらがさだまさしさんの詩ですかね、詩ですね、詩っていう公演のもので、はい、これなんでスマホなんですか。さだまさしさんって出てくるとなんか結構もうちょっと渋いイメージなんですけど、あ、そうなんですよ、なんか逆にそれを寄せたくないなと思ってあくまでそのさだまさしさんの詩を、まあ、ツイキャスなんで多分特に携帯とかスマートフォンで見る方が多いと思ったんで、うんうんうん、でもここにスマートフォンを通じてあのやってみたいと思いますっていう意識の表れに近いですね、どちらかというと。そういうメッセージがあるんですね、はい、全然実はいけるんだぜみたいな、まあ、フライヤーとかね、告知画像って結構そのイベントのコンセプトだったり詰まってるんで、ぜひぜひね皆さんあの、うん、今後注目してね、なんか見ていただけたらなと、いろいろ作りたいなとは思います。はい、ということで、なんかまあまだまだね、たくさんね、これ企画書らしいんですけど、はい、企画書ですら作品になってしまって、はい、なんか一つの新聞とかなってなんか新聞にあるじゃないですか、街中 のなんか見出しとか、はい、街中の工場をちょっと、はい、これぐらいのまだそんなに大きくないけどみたいなやつとかって、なんか本当に印刷したら本当それになりそう、うんうんうん、いやぐらいやっぱそのね、普通の、ね、お客さんに触れるものでもないんですが、うんうんうん、やっぱりその関わってくれる演者さんであったり、はい、そういった方が面白いなって思ってくれて、あ、起きた面白いじゃん、じゃあ出てみようかなって思えるようなものを企画書として毎回作りたいなと思ってこういう風に、やっております。じゃあこの企画書は、まあ、はい、例えばオーディションやりますよって言った時の、はい、まあ、参考画像としてペッて貼ったり、はい、顔合わせの時に資料としてお配りしたりとかっていうぐらいの、そうですね、本当にもうオーディションの時に事前にお渡しする資料とかで、まあ、こういうものを使ってるっていう、はい、こんな細かくて丁寧な仕事をなさる沖田さん、そんな凝り性なだけですね、凝り性ですね、はい、で
なんとそういうね、アート系に強い、はい、アート系に強いとか、まあ、ご趣味にもされてる沖田さんですけど、はい、YouTube でも、アート解説動画をね、そうですね、私これ一度ちょっと今日来るまでというかの間にちょっと 1,2 本ありがとうございます移動中なんですけど、さらっと見させていただいて、はい、あ、そういう感じで、なんだろう、芸術の移ろい、時代の移ろいっていうんですか、ってあるんだなって。あ、これですね、あ、これがめちゃめちゃ面白いですね。アールデコとアールヌーボー、比較動画の中、はい、ちょっと動画の中でこう、はい、アールデコはこんな作品です、はい、アールヌーボーこんな作品です、出てくるときにこんなに違うんだと思って、はい、もうそうなんですよ。いや、なんかそう思ってくると、美術館とかに行った時とかに、なんかもっと抽象派だったりリアリズムとかっていろいろあるのがもっとなんか楽しく見れるのかなって思って。そうですね、なんか予備知識としてそういうのがあるだけでもちょっと見方とか雰囲気とかってやっぱ変わるじゃないですか。それをやっぱ見つけてほしいなっていう、はい、自分でこれはアールヌーボーかなとかアールデボかなみたいな考えるのもまた一つの楽しみになってきますよね、はい、だと思います。はい、こうやってね、このアート解説動画がある中で、はい、ひときわ、はい、目を引く動画が一つあったんですけど、そうですね、こちらこれなんですよね。手軽に儲かるペイペイボーナス運用についてなんですよ。実はこれ私も最近ちょっとボーナス運用やってみようかなと思って、はい、やり始めたんですけど、でも私があまりにもペイペイ使いなさすぎて、はい、1円とか3円しかボーナスとして運用できなかったからうまくいかなかったんですけど、はい、なんと、先ほどの見ていた美術アート関連動画が、まあ、大体1000、はい、2000、まあ、2000ぐらいの再生回数なんですけど、はい、なんとこちら桁一つ超えまして、はい、1万6000ぐらい再生されてますね現在。一瞬資料というか、まあ、パーって YouTube チャンネルとか月光クラウドさんのホームページ見たときに、はい、再生回数見たときに、あ、なるほど、これぐらい回ってるのすごいね、すごいね、1万みたいな桁がちげーってなって、みんな手軽に儲けたいんでしょうね。みんな手軽に儲けたいんでしょうね。ちょうどね、キャッシュレス決済がこの1年の間で流行ったから、ね、だいぶ普及したのでペイペイも使ってらっしゃる方も多いですし、多分興味が引かれたのかな。その1万6000回ですよ。時期が良かったですね。立派な YouTuber になりました、ね。はい、ありがとうございます。はい、こんなね、はい、YouTube もいろいろありつつなんですけども、はい、なんと今回は、はい、アットジャックポットで全て行くんではなく、はい、沖田さん持ち込みで企画を、あ、そうですね、お持ちいただけたということで、はい、それの前にですね、ちょっとね、今回告知を先に、いつもだと最後の方に告知を入れるんですけども、ね、はい、ちょっと時間の都合上、今回ここに告知を挟ませていただきたいと思います。はい、でこちらね、アート活動でなんか番組やるって聞いたんですけども、はい、あ、そうですね、ちょっとCウェブさんで、はいはいはい、まあ、後々ですよね、これから、まあ、ちょっと時期もまだ未定で、番組名も未定なんですが、まあ、アートやクリエイティブに関することというものをこういった枠で、発信させて、解説をさせていただくっていう、番組を後々ね、やらせていただきたいと、思っております。なるほど、じゃあ詳しい情報は、はい、まあ、後々カミングスーンですね、カミングスーンで、はい、なんで皆さんぜひ沖田光雄さんのツイッター、沖田光雄で出てくるんですかね。そうですね、沖田光雄で、難しい方の王ですね、王は沖田光雄、王の方、気分が悪くなる方、ね、大塚さんが気分が悪くなる。ちょっと読み込むのが難しいので、はい、ぜひツイッターね、はい、フォローしてチェックしていただければなと思います。お願いします。でちょっとこちら私事なんですけど、 MC 大塚ことこもちょっと 1、2点ちょっと告知ございまして、はい、私アニソンシンガーとして活動してるんですけれども、今までちょっとコロナの関係もあって活動を自主的に自粛していたんですよ。でちょいちょいライブは出てたんですけれども、ちょっとこの6月からまたライブ活動復帰ということで、イエイエイエイライブに出ます。なので6月は3本すでに決まってて、7月にも1本も決まってるんですけれども、こういった情報をすべて私のツイッター大塚ことこで検索していただければ、プロフィールに私のオフィシャルウェブサイトの URL も貼ってるので、ぜひそちらからね予約していただけたりとか、出演情報見ていただけたりできますので、ぜひ皆さんそちら見ていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、ここから沖田さんの持ち込み企画に移っていきたいと思うんですが、はい、これも私ね、企画聞いた時にもうワクワクして仕方がなかった、はい、ということで、ではここからは私ではなく沖田さんにバトンタッチさせていただきましょう。はい、進行させていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ1個目出るかな、ダン、はい、じゃあこちらでございます。今回私が持ち込んだ企画、新世紀エヴァンゲリオンオープニングテーマ、残酷な天使の手で歌詞解説。ふぅ、どんどんバフバフ、ヨーヨーヨー、はい、知ら
な人はいないですね、この曲。もうこれめちゃめちゃ有名な曲ですよ、これは。はい、さあ、今回ですね、まあ今後私がですね、この C-Web さんで解説系の番組をやらせていただくということで、まあ、今回ね、アニソンシンガーである大塚さんと一緒に何かもう解説できるんであれば、こういったものがいいかなと、アニソンの解説をしようじゃないかと。いや、ありがたいことでございます。はい、ありがとうございます。その中で今回ご用意したのが、この残酷な天使のテーゼ、皆さんご存知かと思いますが、こちらですね、ジョイサウンドの平均カラオケラン、平成カラオケランキングというのがあって、これはですね、1993年から2018年までの間で一番ジョイサウンドのカラオケで歌われた曲っていうので集計を取った結果、第1位がこれなんですよね。いやもう残酷な天使のテーゼ、これは本当50代の方からもう今の若者、小学生ぐらいまで知ってるんじゃないですかね。めちゃめちゃ有名曲ですよね。ね、まあ、そういったものをね、今回ね、解説するという中で、やっぱね、歌詞ってすげえ重要じゃないですか。でやっぱりその気持ちよく歌ってても、どうしてもメロディーラインばっかりで、歌詞に気持ちがこもってないといい歌に聞こえないってことってあると思うんですね。特に歌シンガーの方だったり、そうですね、そうだと思いますし、まあ芝居やってる私でもちゃんとその感情だけじゃなくて、なんでこのセリフなのかっていうことを考えて発さないといけない、意味をちゃんと理解すればもっと面白くなる、良くなるっていうことがね、あると思うので、今回この曲のご紹介をさせていただきたいと思います。はい、はい、の解説です。さあ、この残酷な天使のテーゼなんですけれども、こちらで作詞家が及川猫さんという方で、もうデベテランの作詞家さんでございます。直近で言うと、ジョジョの奇妙な冒険、黄金の風、第5部の黄金の風のオープニングテーマの詞も書かれたりする方でございます。はい、さあ、まあ、先に言ってしまうと、この残酷な天使のテーゼ、この及川猫さんがですね、はい、まあ、簡単な企画書と色とかセリフが入ってないエヴァンゲリオンのビデオ2話分ぐらいもらって、とりあえずこれで見て好きに書いてって言われて2時間ぐらいで書いたものなんですね。いや、好きに書いてて、はい、まあ、あともう一つ言うとあれなんですよね、はい、めちゃめちゃその監督さんとかから言われたのが、難しい曲にしてほしいし、リクエストがあったらしく、なんでそれを聞いた高橋洋子さん絶句したと、当時歌えるのかなって言ってたっていうことが、逸話があるんですけれども、まあね、詩の解説なんですが、僕が明確な答え出しちゃって、それが絶対だってなるのもナンセンスだと思うんですよね。なので、まあ結構広い、幅広い考え方で、まあこういう解釈もあるよねとか、そういった感じで今回見ていただければなと思います。これこそ一番最初に言った認知の歪みじゃないですか。そうですね、そこに出てきますね。もう決めつけじゃないんですよ、決めつけちゃダメ。でも、まあ、探るというのは非常に面白い行為なので、みんなでそれやっていければと、思っております。はい、はい、では一番最初のスライド、1のスライド、あ、2のスライドですね。はい、残酷な天使のように少年よ神話になれと、一番最初、ね、一番最初の歌詞でございますね。まあ最初に言葉というものを考える上で重要になってくるのが、残酷な天使のテーゼというタイトルなんですけども、はい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 、これが残酷な天使のテーゼなのか、残酷な天使のテーゼなのか、どこで区切るかっていう問題なんですね。それだけでも、日本語って意味合いってすごい変わってきたりもするんで、まあ、その答えがこれですね。残酷な天使っていうのがまずいるんですよね、うん、名詞ですよね。残酷な天使っていう名詞というか名称というかですよね、はい、その残酷な天使というものがいて、そいつが言ってるテーゼの話なんだということをまず大前提として、皆様に知っておきたい。じゃあ、テーゼって何さなんですよ、重要なのが。テーゼって何さっていうところなんですけど、テーゼっていうのがドイツ語なんですね、これがね、はいはいはい、でこれが定律とか定められたものみたいな、ニュアンスになってくるんですけど、まあ、さっき言ったバイアスとかにも近いですよね。まあ、どんどん噛み砕いていくと、これってそういうものですと誰かが定義したものっていうのがテーゼになってきて、例えば、まあ、さっきもおっしゃっていたことにも近かったりするんですけど、なんだろう、エグザイルを聞いてるやつはみんな陽キャみたいなテーゼがあるとしましょう。エグザイルさん聞いてるやつみんなガテン系とかね。そうみんな陽キャなんだよっていう一つのテーゼが、そういう命題が存在するとします、はい、ね。でそれに対して、いやいや、エグザイルは陽キャじゃなくても聞くぜっていう意見があったら、それがアンチテーゼになってくるんですね。あ、はいはいはい、そのテーゼに対するアンチなので、それがアンチテーゼ、まあ、テーゼってそういうもんだと、思っていただければと思います、はい、さあ、このね、残酷な天使のテーゼ、まあ、ちょっと時間の関係で先にちょっと結論申し上げますと、これね、結構母と子みたいな、話になっておりまして、要は先にまとめると、お母さんの元から子供が思春期で反抗期を迎えて、離れていくと、ニュアンスのお話になってくるので、ちょっとそれを頭に入れて見ていただければなと思います、はい、でじゃあ残酷な天使のテーゼ、残酷な天使が定めたテーゼって何かっていうと、いつか子供は親の元から離れていくんだよというのがベースになってますので、これちょっと、後々深掘りしていきます。じゃあ次のスライドいきましょう。3番目のスライドですね。はい、青い風が今は胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて、まあ A メロの部分ですね。
はい、まあ、見てもらって分かる通り、そのお母さんと子供が一緒にいる、情景を表すものですね。そっと触れるものを求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛いけな瞳、まあ、それだけピュアな、瞳のものがいる、まあ、いわゆる赤ん坊だと、ね、思ってください。これあれですよね、多分ですけど、はい、胸のドアを叩いてもっていうのは多分、はい、お腹の中に赤ちゃんが来てくれたのかなっていう解釈を私してたんですよ、ずっと。あ、なるほど。で、まあ、そっと触れるものからまた曲調もか、うん、ちょっと変わるから、ここで生まれて赤ちゃんみたいな。あ、なるほど。あ、そっか、微笑んでるあなたっていうのも、じゃあどこからってなってきますよね。こうじゃない、お腹の中からでもいいじゃないっていう。そう、だと私はずっと思ってて、だからすごい。あ、そういう解釈もありだ、うん、もうだから多分見てる人も多分いろいろ解釈があるの。ちなみに沖田さんどんな感じ、もう生まれてからのお話みたいな感じ。あ、生まれてからで考えてましたね。で、青い風っていうのもなんか外から来る外部の影響みたいなニュアンス。でもそれを受けてもまだ赤ちゃんの頃ってお母さんを中心として見てるから、ずっとそれでも私をずっと見てくれてる、痛いけな純粋な人に、純粋な人が。あ、なるほど。まだお母さんしかその赤ちゃんには世界がないよっていう、状況で私は、捉えておりました。もう本当に解釈はいろいろです。みんなでこの歌詞について楽しんでいきましょう。はい、行きましょう。はい、さあ、まあ、そういう、まあ、お母さんのこと大好きな赤ん坊がいました。では4枚目のスライドです。ここで雰囲気がちょっと変わってくるわけですね。だけどいつか気づくでしょう、その背中には遥か未来を目指すための羽があること。いや、もうここいいですよね、はい、まあ、つまりいつかその母親から旅立っていかなあかんということですな。それに気づくわけです。ずっとお母さんと一緒ってわけじゃないよっていうことですね。反抗期ですね。反抗期来るよっていう、はい、ことでございます。まあ、そのまま5枚目いきましょう。はい、サビです。サビですよ、はい、残酷な、ね、もうみんな大好きなサビですね。大好きだけど、はい、ちょっといまいち言葉の意味がわからないところでもあるところですね。そうなんですよ。そこちょっとね、今日噛み砕いていきましょう。はい、はい、まあ、定理はさっき言いましたドイツ語で定律、まあ、ちょっと違うけど命題とか、決められたものという意味です、うん、で、まあ、その下にあるほとばしる熱いパトスパトス出てきちゃいました。みんな大好き熱いパトスなんですけど、はい、これがねギリシャ語なんですよね、パトスっていうのが。でこれがなんか怒りとか悲しみとか喜び、まあ、そういった強い感情を、まあ、丸々放射って言ったら一時的な突発的な感情なんですよ。そう、バッと出た感情のほとばしる熱いパトスなんですね。で、思い出を裏切るな、これどういうことかっていうと、瞬間的に出ちゃった感情で過去のその赤ちゃんとか楽しかった頃の思い出を裏切る、まあ、バリバリの思春期ですわな。もう思春期ですね。もうおめえクソババアとか、そうそう、お父さんの靴下臭い。そう、実はもうみんな経験してる思春期のことを言ってるんですよ、はい、で、そのじゃ思春期お母さんの上で次何言うかなんですよ。この空を抱いて輝く、少年よ神話になれ。母なる宇宙って言いますからね。そう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 、母なる海か、間違えた。で、空はもう宇宙って書くレベルなんですよね。書くレベル。そう、そのぐらいもう神話になるっていうことは、後世に語り継がれるような人間になりなさいよと。もうそうやって私の元を離れていく、まあ、それが天使に定められたことなのであれば、じゃあビッグになってこい。もうじゃあ行ってこい、 やれるだけやってこいっていう、ニュアンスになってくるかと思います。それがここまでが1番で、じゃあ2番になってくるとどうなるかって感じですね、はい、そうですね、まあ、2番以降もちょっと似たような感じであるのでちょっと見ていきましょうか、うんうんうん、はい、6番目のスライドお願いします。はい、ずっと眠ってる私の愛のより格好、あなただけが夢の下に呼ばれる朝が来る。あ、ちょっとここね、夢の使者っていうとこ覚えてくださいね。まあ、要はその外界ですね、自分に対しての外界、新しい情報だったり、まあ、我々も夢って多分自分の中でパッと生まれたものじゃなくて、何かを見てこうなりたい、歌を歌いたいだったり芝居がしたいっていう、多分どっかに夢の使者がいて、そいつが、いつかやってくるっていうことを暗示してますね。で、まあ、細い首筋、月明かりが映している世界中の時ほど、まあ、超可愛いからずっと一緒にいたいってことですね。で、これも細い首筋なんで、多分赤ちゃんからちょっと成長してんのかなって僕は思ったりも、したんですけども、ここもさっきも言った赤ちゃんの頃と一緒で、子供大事な時期が A メロ、はい、で、次7番目のスライドで、はい、またいつか反抗期来るんだろうなというところで、まあ、もしもその親と子が出会えたことに意味があるのであれば、私はそう、自由を知るためのバイブルって言ってる。いや、ここバイブルって言っちゃうお母さんすごいですよね。バイブルって言ってお母さん、お母さんだと考えたらこれバイブルって言ってるんですね。でもバイブルっていうのが、まあ、聖書とか経典とか、はい、そういうものなんですけど、自由を知るためのバイブル、まあ、聖書ということなので、まあ、外の世界に進むための自由を教えるためのあくまでツールでしかないんですよね。自由を知るためのなんだろう、女神でもないし、法王でもない、もう人じゃないじゃないですか、バイブルって、ね、ものなので、まあ、そういうかなり受動的といいますか、そういうものとして使ってくれっていうニュアンスに近いですよね、私を、母をっていう、
使って乗り越えていけという感じに近いですね。さあ8番目のスライドいきましょう。はい、また残酷な天使のせいぜいサビですね。サビですね。はい、天使が決めたこと、はい、でそれに対して悲しみがそして始まる。始まっちゃいましたね。あ、思春期が来たと。来ちゃった。はい、はい、で抱きしめた命の形、まあ言ったらその子ですね。子がその夢に目覚めた時で、これ、うん、これがさっき言った夢の使者持ってきたやつなんですよ。はいはいはい、はい、あの私バンドやりたいとか、私実家飛び出してなんか俳優やりたいんだみたいな、東京の大学に行って上京したいんだ、上京したい、親元離れるのねって目覚めちゃった時ですね、うん、じゃあもう誰よりも光を放ってこいっていうのがこれなんですよ。もうやって行ってこい、もう行ってこい、もう送り出してやるよ、送り出してやるよ母ちゃんはよみたいな、ニュアンスになってるのがこの少年よ神話になれと語り継がれていきなさいよということですね。はい、ちなみに私次のパート、はい、めちゃくちゃ好きなんですよ。そうですね、この2番のサビの後にすぐ入るこのパートです。はい、9番目お願いします。はい、人は愛を紡ぎながら歴史を作る、女神なんてなれないまま私は生きると。うわ、もうここがね、はい、本当に、まあここ、まあそういうものだよね、人生って人ってっていうところで歴史を作っていく、そういうことの繰り返しなんだよねって。で女神なんてなれないっていうのがやっぱりそのさっきも言ったバイブルのところもあるし、要は女神になっちゃったら残酷な天使より上になっちゃうんで、これ大事なんですよ。女神にはなれないんですよ、うん、残酷な天使のテーゼの中で私は生きてるんだ、仕方ないことなんだ、うん、でも私は生きるっていう割と当たり前じゃないですか、我々が生きるっていうことは、うん、でそれをあえて言葉にするってことはそれだけ生きるっていうことに強い意志を持ってるんだよっていう、うん、ことになってくるわけですね。ギュッて詰めたら母は強いっていうのが詰まってますよね、ここ。そういうことでございますよ、うん、はい、じゃあ一回ここで結論大まとめいきましょう。はい、この残酷な天使のテーゼ、どういう歌詞なのかと言いますと、愛おしくてたまらない我が子がいつか離れていってしまうという残酷な天使から与えられたテーゼ、そのテーゼを母親は受け入れ、いつか夢のために私の元から離れるのであれば後世に語り継がれるほど大きな存在になっていけというメッセージを歌って私でございます。はい、ありがとうございます。ノンブレスで、はい、ありがとうございます。なんとかなんとか、はい、いや本当に、まあ、一つの解釈としてね、これがどうですか。いやなんかそのまあ確かにそのなんだろう、さらっと聞くだけとかだと、はい、まあなんか大まかに、まあ、母と子の歌だっていうのは初めて聞いた時とかは全然頭の中にはあるんですけど、はい、やっぱこう自分がアニソンシンガーとして活動し始めた時に、はい、てか役者も私もやってるんですけど、セリフの意味をわからないままにするなって一番最初に教えてくださった演出家の方が、はい、あの言ってて、それから意味がわかんなければ、まあ、漢字の振り仮名を調べるのプラス言葉の意味も調べてでやってるのを思い出して、こういう意味どういう意味なんだろうなとかっていうのを噛み砕いていくと、なんかこう、まあ、日本語にしたらちょっとなんかちょっと、まあ、歌の歌詞ってちょっとちぐはぐしてるけれども、うん、ニュアンス的にはこういうすごい偉大な母というか、母は強いっていうことがすごい組み込まれてて、うん、なんてこの母は強くて、うん、この母は慈悲深い母なんだっていうイメージがあって、だからこその最後のあの B メロの、はい、人愛を紡ぎながらが来るんだなと思ったら、もうこんな母になりてーって思いましたね。なるほど、はい、だからそうですね、やっぱそういう、まあ、いろんなニュアンスであったり、まあ、母性的な側面が実はものすごく強い残酷な天使のテーゼでございました。じゃあ最後にもう一度ね、はい、結論を、まあ、移していただいて、はい、そうですね、はい、さあ、まあこういった母のメッセージでございましたということですね。まあ他にもね、いろんなアニソン、調べてみると面白いことあるかもしれません。以上お送りしたのが新世紀エヴァンゲリオン、オープニングテーマ残酷な天使のテーゼ歌詞解説でした。最後はアニソンシンガー大塚ごとこが歌わせていただきます。残酷な天使のテーゼです。風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけど、いつか気づくでしょう、その背中には未来目指すための羽があること。残酷な天使のテーゼ窓辺
からやがて飛び立つ音走るは追発すね思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれ弱いを紡ぎながら歴史を続く女神なんてなれないまま私は生きる残酷な天使のテーゼ窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いバツで思い出を